はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。早速続きをやっていきたいと思います。え、ん、何事だ。ライエル様、あれを。ライエルやん。なんと無礼。我々の前で狼藉を働いたことを後悔させてくれよ。なんだお前らは。先にお前から血祭りにあげてやろうか。無知とは恐ろしいものだな。どうやら死にたいらしいな。うれ。頭が一撃で化け物だ。退却。まあ退却も何もおめえ一人しかいねえけどな。もう。どうやら片付いた。よし。なんかもうお姫様めっちゃ向こうに行ったけど。お、ルイセット主人公が上がりましたね。よしよし。あ、めっちゃ上がってる。いいね。これに振り分けるのね。わ、連続攻撃。あ、リジェネートも入ってきたな今度。これで。さてルイセット。おお、MP7 も上がってる。やったね。さてと。でマスター、あ、 MP アップ2が、よし、これでご無事でしたか。エティシア夫、遅くなって申し訳ありません。私インペリアルナイトアーネスト・ライエルと申します。いいえ、危ないところを助けていただき、いや、助けてたで。まあええけど。君たちもご苦労だった。あとは我々が責任を持ってバーンシュタインまでご案内する。戴冠式が終わり次第連絡を入れる。その時またここで会おう。はーい、では行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お気をつけて。任務終了だな。とりあえず報告に戻ろう。そうね、とりあえず報告に戻りましょうかね。まあまあ、いいか。とりあえず戻ろうか。ローザリアに戻りましょう。なんだあれ、そのまま前回続きでやっとけば。いや、まあでも長かったしな。結構戦闘が入ると長くなっちゃうんでね、すいませんね。いつもいつも申し訳ない。さてと、報告に行きましょうかね。ただいま。ただいま戻りました。おお、もう送り届けたか。はい。はい、無事にお送りしてまいりました。バーンシュタイン王国内ではインペリアルナイトの方が護衛します。うん、ご苦労。では。
今回の手柄に対し休暇を授ける。ほう、休暇が来ましたか今回。休暇？そうだ。他の兵は定期的に休みを取っているのだが、お前たちの任務は特殊な場合が多く、定期的な休みを取ることはできない。そこで任務の完了時に休暇を与えることにする。はい。それにお前たちの場合、仲間との親睦を深めるという意味もある。まあそうね。お互いの結束が深まればより困難な任務も果たすことができるであろうからな。詳しいことはこの者から聞くとよい。休暇が終わり次第次の任務についてもらう。はい。休暇の日数はこなした任務とその成果から判断されることになる。ああ、また休暇を過ごす先は随時増えていくが、ここで予定した行き先通りに休暇を取ってもらう。なるほどね。休暇日数が2日以上の場合、1日ごとに行き先をここで選ぶ。何かあった場合連絡が取れないと困るのでな。これは徹底してもらう。はい。理解できたか？できました。今回の働きに対して与えられる休暇は2日だ。はい。では行き先を選ぶ。2日ね。コムスプリングス、魔法学院、保養地、ラシェル、ローザニア。ラシェルとかだったら、ラシェルとかだったらあれなんですかね、カレンさんとかになるのかな。保養地ラシェル、まあラシェル行きましょうかね。さて解散しましょうか。集合時間に遅れないようにね。はーい、私たちも行こっか。さてどうしましょうかね。まあちょっとカレンさんにでも会いに行きましょうかね。カレンさん、あ、そういえばあの子にも会いに行きましょうか。お、いらっしゃい。またお仕事ですか？はい。今は休憩中なんだ。それじゃあゆっくりしていってくださいね。そう、そうね、ありがとうございます。あら、カレンさん、今日も恋人と一緒？恋人？いいん。あ、アイリンさん、結構しっかりしてる人ね。カレンさんはこんな人が好みなんだ。あ、いや、まあまあまあ、どうしようかな。どうしようかな。これなんか選択肢どう選択していけばいいんやろ。これなんか別にあれなんですかね。あら、よろしくね。あなたも変なこと言わないでください。ダメなんかな。カレンさんムキになってるよ。それじゃあ他に恋人がいるの？恋人なんていません。ほう。あら、好きな人もいないの？好きな人ならいますけど。その人とはどこまで行ってるの？そんな、永遠の片思いなんです。
あ、そうなん。永遠の？ひょっとしてその人もう死。縁起でもないことを言わないでください。お兄ちゃんが好きとか。それじゃあ誰？言えません。あ、カレンさん、ごめんなさい、言い過ぎたわ。ねえ待って、カレンさん。言っちゃった。カレンさん、やっほー。あ、寝てる寝てるよ。寝てるけどなんかできひんのかな。アイテムを選んで。これだね。今は使えませんやって。定期的にいかなかったの。暇なお兄ちゃん遊んでよ。ごめんな、ちょっとそれどころじゃないね。おや、あ、どうも。カレンさん、カレンさんイベントってどうなんだ。あ、二つ。あ、先生、先生に話しかけられなかった。鍵がかかっている。お静かにね。めっちゃ走り回ってるけど。え、ちょっとカレンさん、どっか行ってしまった。ごめんなカレンさん。あ、ミーシャがいる。ウォレスがいる。わあ、これ多分話しかけたら進むやつやんな。今まで通りで行くと、あ、ルイセか。ルイセもな、まあ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 。どうしよっかな。話しかけるか。お兄ちゃん休みの日ってなんだかお買い物したくなるよね。なんかお小遣いの、そんなお小遣い残ってないけど、じゃあまた後でね。あ、そういう感じ。さーてどうしようか。あ、夕方になった。え、カレンさんは。わっ、もう次のパターンに行くしかないのかな。あ、いなさそう。まだ寝てる。寝てるか。さあさあ、じゃあ止まっ、これの時間の経過の仕方、話す以外に何かあんのかな。あ、ルイスがいる。あれ、みんなと話したいんだけどな。ミーシャ、あ、宿屋の中かな。準備中。クソしゃあね。今回はルイセで行きましょうかね。よいしょ。他の人たちはどうしてるんだろう。え、そのパターン。他の人たちはどうしてるんでしょうね。あ、じゃあ今回こっちにいたら誰かいる。あ、いた。あ、ティピちゃん、お兄様何か面白いことありましたか。そうね、ぼちぼちかな。それじゃあ私がためになる話をしてあげますよ。あんたにそんな話できるの。あ、ひどい子見えても、私他の人に誇れること一つくらいあるんですよ。え、何それ。あ、花言葉。へえ。まず最初はこれ、情熱はある南国の赤い花、ハイビスカス。新しい恋、ぴったりぴっ
ったりなんだ。なるほどね、いっぱい教えてあげますね。次回を楽しみにしてくださいね。集合時間だね。はい、そろそろ戻ろうか。あ、これはテレポートで戻るんだ。へえ。残りの休暇はあと1日だ。1日。さあどうしようかな。今日はどこへ行く？コメスプリングス。よし、温泉にでも入ってるぜ。はーい、いってらっしゃい。ルイセ、ウォレス、鍵がかかっている。鍵がかかっている。ここはフェザリアンのところですもんね。開放日、無料で温泉をご利用いただけます。ご立ち寄りください。いいね。あ、ジュリアン。ジュリアン。あれ？ジュリアンいないですね。あれ？ジュリアンは？まあいいか。で、今回はウォレスさん。わわわ。ちょちょちょ。なんか後つけてるみたいで嫌ですね。よし、温泉に入るぞ。かまいんか。ウォレスと話しに来た。わざわざ俺に会いに来てくれたのか。そいつはありがたいな。そうだな、俺と同じ時期に傭兵団に入った男の話でもしてやろう。そいつが俺最初の休暇をどう過ごしたかってことをな。はい。そいつは野心に燃えた男でな、いつも手柄を求めていたよ。初仕事を終えたそいつは浮かれ気分で休暇に入った。手に入れた報奨金で団の連中に振る舞い酒をやったんだが、当の本人は飲みすぎて酔いつぶれちまった。翌日そいつが目を覚ますと、そこは路地裏だったらしい。いつもしかも財布の中は結構綺麗さっぱりなくなっていった。寝てる間に抜き取られたらしい。それ以来その男は酒を飲む量を自重したのさ。こいつの教訓は休暇中でも浮かれすぎるなってことだ。常に適度な緊張を保っておけ。それが戦士の務めだ。まあ固くなる必要はない。要は自分自身を把握できるようにしろってことだ。頑張れよ。俺はそろそろ出るぜ。
まあそうね、それが確かに大事やんな。さあ夕方になりました。ルイセがここでいた。ミーシャ、ピンクのバラの花言葉って温かい心なんですよ。私の心も温かいですよ。言って帰っていった。じゃあ帰ろうか。休暇もあっという間に終わりましたね。休暇は終わりだ。お前たちは次の任務についてもらう。はい。お前たちに次の任務を与える。はい、来い。なんだ。夢で見た怪物が本当に伝承で歌われるゲベルなのか、それを調査してほしい。ほう。そして可能であればゲベルの居場所を突き止めるの。なかなか難しくね、それ。ほう。これは簡単に終えられる任務とは思えぬので、お前たちの最終的な任務だと思ってほしい。はい。恐れながら申し上げます。約20年前、自分は一回の傭兵として水晶鉱山を警護していたことがあります。その時怪物が現れ、隊長と部下を失いました。おお、あの事件なら覚えているぞ。その時の怪物が伝承のゲベルと同一かもしれません。ほう。何？水晶鉱山の事件はゲベルが起こしたというのか。確証はあるのか。実はお兄ちゃん、お母さんを襲った仮面の男たちが怪物に命令されているところを夢で見たらしいんです。それにマスターを襲った連中ってのはウォレスさんに大怪我を負わせたやつらと同じかもしれないの。なんだって。それでその方が怪我を負ったというのはいつの話だ。2年ほど前になります。バーンシュタイン王国にあるフレインという小村のそばでございます。フレインか、それはちょっと遠いな。ならば水晶鉱山の方が近い。お前たち、闘技大会に優勝したのならコムスプリングスへは行ったことがあるだろう。はい。あの温泉の町なら行ったことあるよ。その町を越えたところに水晶鉱山はある。まずはそこから調べた方が早いかもしれぬな。確か水晶鉱山は魔法学院が管理しているのだったな。はい。立ち入りの許可は学院長が下します。この書状を持って受け、水晶鉱山内への立ち入り検査依頼書と水晶鉱山までの通行手形。わあ、王様さすが。準備がいいね。はい、頑張ります。じゃあ早速行きましょうかね。よいしょ。学院長室に向かって行きましょう。魔法やっぱ休暇してるだけあってもう全回復ですね。目的地を選んで。さてと頑張ろう。ああでもちょうどいい時間になりそうですね。さてじゃあ
学院長に許可をいただいたら終わろうかな。学院長のフロア。どのようなご用でしょうか。え、ああそう、これな。かしこまりました。どうぞお通りください。はい、失礼します。失礼します。おや、何の用かな。水晶鉱山への立ち入り許可が欲しいんですけど。国から発行された立ち入り検査依頼書はあるかの。あります。うん、よくわかった。早速許可を出そう。ありがとうございます。そのついでといってはなんだが、頼みがある。ほう。交換条件ってこと。交換条件とは人聞きが悪い。ただ魔法技術管理法を施行したいと言っているだけだよ。魔法技術管理法、確か授業で習ったような。通称魔技法と呼ばれ、魔法技術の独占禁止、魔法技術の保護などの目的でローランディア王国、バーンシュタイン王国間で取り決めされた国際法。またこれらの目的を遂行するためであれば、軍隊の出動を要請でき、ローランディア、バーンシュタインの両国はこれを拒否することはできない。おお、ルイセちゃん分かりやすいな。まあじゃあ拒否はできないな。さすがルイセ君じゃ。つまり俺たちが協力を拒むことはできないってこと。もちろん君たちではなく、ちゃんとした調査団を組織してもらっても構わないんだがね。しかしあそこへ行くならついでに下調べをしてきてもらえると助かると思ってね。まあまあ。ついでって何をすればいいの。ティピちょっとキレ気味やん。うん、実は水晶鉱山で困ったことが起こっていてな。へえ。鉱山から取れる麻酔症を横流ししている連中がいるみたいなんじゃ。そうなんだね。横流し？知っての通り、麻酔症は精神力の代替品など魔法を使う上で非常に有効なものだ。さらに様々な魔道具の製造には欠かせぬもの。万が一悪人の手に渡ればどんなことになるか。麻酔症が悪用されることは断固防がねばならん。なるほどな。まずは横流しが事実であるかどうか調べてほしいのじゃよ。そして必要であれば正式に軍隊を派遣してもらい、犯人を捕らえてもらいたい。どうじゃ、ついで仕事に引き受けてもらえんだろうか。さあこれは、うわあ、なんか断ることはあれやけど、素直に引き受けると仕方なく引き受けることによって、なんかまあ仕方ないから受けるか。すまんな。ならば私が個人的にこれをやろう。何？明治スタッフ。これで頑張ってくれ。なんだか買収されたみたいだけど。そうね、確かに。ちなみに素直でいくとどうなんだろうね。お、頼んだぞ。これが許可証だ。まあとりあえず許可証をもらいましたね。よし、動けるようになったし。明治スタッフ、明治スタッフ、明治スタッフ、明治スタッフ持っとるやん。どうする？しか
かもここも明治スタッフ、明治スタッフそんないらんな、てかもう持ってたな。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。